はい、お疲れ様です。今日の話は、最近ね、経営者向けの建設業だとかいろんな話をしてたんで、ちょっとね、あんまり再生が伸びないってことで、今まだ働いてる子、今独立して一人親方の子とか、個人事業主でやってる人だとか、まあ建設業だけじゃない人にも向けて、まあどんな話したらいいかなって、たまたま今日社員と喋ってたら、まあ社長ってね、まあ何百人も人使ってきて、いろんなコンたちを見てきて、まあいろんなことをこう言い続けてるじゃないですかって。で、普段言ってるようなことをみんなに伝えてあげると、みんなすごい聞きたいと思いますよってことで、ちょっといろいろ考えた結果、今日はね、断れない人、まあ俺断れない人ってあんまりいい評価しないんだけど、じゃあなんで断れない人っていい評価しないのってことを、まあちょっといろいろ話していこうと思うんですけど、まあ、まずは、じゃあなぜ断れないのか。まあ断れない理由だよね。これ多いと思う。俺もね、どっちかっていうとそういう性格なんですよ。どっちかっていうと、まあ、ほらとか言って、YouTube で朝のやつとかやってますけど、なんか恥ずかしがりでね、あんまり自信がない方だから、劣等感の塊ってことでもないですけど、中卒でこうやって経営者やって、まあどっちかっていうとなんか、花道通ってきたタイプじゃないんで、苦労して現場出て、ずっとね、結構いい年まで現場で撮ったんで、30代までだよね。で、そういうところから自分がまあここまで来たから、どっちかっていうとね、恥ずかしがりな性格なんで、ちょっと断れないんですけど、で、あとはまあ、じゃあ、その続いて、その断れない人は、俺はそのいい人じゃねえかと、断れない人って。だけど、じゃあなんで、じゃああんまりいい評価しないんですかっていうことをちょっと話してくれると、まあ最後に、じゃあ断れない人が断れるようになるための、まあコツじゃないですけど、まあこれちょっと俺なりにね、まあ俺もこれ言って43ですから、そのね、まあみんなが今どれぐらいの年の子たちが聞いてくれてるかわからんですけど、まあ20代、30代の子たちが、これからの人たちじゃん。で、だからこれは本当に全然変えれることだし、俺も、まあその、断るのが苦手だけど、スキルとして身につけたものがいろいろあるから、その性格は治んない、なかなか。だけど、その、スキルとして自分に能力はつけていけるから、まあそういうものはちょっと最後に伝えてあげれればなと思うんですけど。はい、じゃあ、まず、なぜ断れないのか。まあこれね、一つ俺が思うことは、その自分が、なんちゅうかな、悪い人に見られたくない。これすごい思うんですよ、本当に。俺、まあ、よく言うんだけど、それ別にお前、人のためにやってんじゃねえだろって、自分のためにやってんだろって。よくアドバイスなのか、別に怒ってないんですけど、いやお前、いやいや、何々さんに頼まれたんで、何々さんのためにこうなったら、こうだったらって言うんですけど、それは違うでしょって、あなた自分が断れないから、自分のためにやってんでしょって、嫌われたくないからそれやってんでしょっていうのをまずすごい言うんですよ。で、結果、まあそういう話、まあ後でちょっとそれは出てくるんですけど、結果こういう風になっちゃったから、あなたそれ人のためにやってないじゃんって。人のためにやるんだったら、何のためにやるんだったら、今日中にこれ終わらせますって言って。で、今日中に終わることで、その、次のステップたちがみんな全部一緒に動いていくわけじゃないですか。今日中にこれ資料が上がる。じゃあ明日までに俺これ終わらせる。で、3日後にはこれ社長に届くって。ね、やっぱ組織だもんで、ね、俺がおって、リーダークラスがおって、その下に、またね、リーダーの下にまたリーダーがおって、まあ一般の社員だって3階建てか4階建てぐらいの組織なのかな、うちで言うと。だから、まあそういうものが、まあ情報伝達っていうのも含めて、やっぱ誰か一人がね、ターゲタことっていうか、まあターゲタことって名古屋弁みたいな言い方して、バカみたいなことね、やっちゃ情報が上がってこないんであれですけど、うん、まあまずは自分がね、いい人に見せたい。で、続いて、やっぱコミュニケーションが苦手。まあコミュニケーションが苦手っていうか、コミュニケーションが苦手だと思ってるって言った方が近いんかな。もうどっちかっていうとね、コミュニケーションが得意か苦手っていうのもね、苦手意識があるから、人と喋るのがもう、めんどくさい。あ、はい、わかりましたって言っとった方が、なんか説明してどうのこうのっていうよりは、もうなんか、あーって言って、たった5分10分の、例えば、まあ、今日中にやらなきゃいけないタスクがあるとする。で、俺がちょっとした、まあ、5分10分でもいい、ちょっとこれ片付けて手伝ってくれーって言って、あー、いいですーって言ってね、バーって、たった10分のこと。でも、それこれ、今日中にこれやらなきゃいけなかった。結構もうカツカツだなーって思ってたことが、5分10分だけど、まあ、やれるわけじゃないですか、これ。だけど、やっぱりこれやっていく。まあ、これだけじゃない。いろんなこと頼まれたら、ピュッピュッってやる人って、やっぱりズレが生じてくるんですよね。で、やっぱ問題が起きてくるじゃないですか。だけど、じゃあそれなんで言わないのっていうと、やっぱコミュニケーションの苦手意識があるから、そ、断り方が分かんないっていうか、いやすいません、今日やることあるんでって言ったらね、ただ単純にそうやって言うだけだと嫌われちゃうんじゃないかとか、コミュニケーション不足でね、変な風に思うんじゃないか、怒っちゃうんじゃないかっていうのがあると思うんですよね。煩わしいからもうそうやって言っちゃう。あとはまあ最後もう一つ挙げるとしたら、もう自信がない。もう本当にね、とにかくまず断れないやつっていうのは、本当にね、俺が一番思うのは自分に自信がない。まあ俺も自信がない。本当にまあ最初にも言ったように自信がない。やっぱ恥ずかしい。うん、自分なんてものは、とか。いい年こいたもんで、俺も。まあさ、そうね、この年になって、僕は寂しい、恥ずかしいから、ナビゲーチューとか、そんなことは言わないけど、うん、でもいろんな経営者とかに会うとね、経営者2代目とか3代目ね、
経営者として育ってそれなりに大きい会社でね、大学も出て優秀な人たちなわけじゃないですか。でも俺なんか中卒、漢字もわからへん、頭もあり、黄色いヘルメットかぶってこんな YouTube 撮ってバカみたいなことやってる、やっぱ恥ずかしいわけじゃないですか、うん、だから自分に自信がないから、あ、いいっすよって、俺もね、飲みに誘われるとね、あ、わかりました、行きますって言って、どこにいるんですかって言っちゃうタイプなんですよ。ゴルフ行きましょうか、あ、いいっすよ、どこいますかって言って、だからそれって何って言ったら、やっぱ自分に自信がない、うん、まあいろんなスキルは身につけて、最後にまあそこの、まあ、改善案っていうのは出させてもらうんですけど、で、じゃあ俺一番最初にちょっとね、じゃああのコミュニケーションね、断れない人っていうのは、あの俺はあんまり高く評価しませんよって言ったと思うんですけど、じゃあなんで高く評価しないのかっていうのは、じゃあ断れない人ってどうなっていくの、どうなるのっていうと、まず俺も組織でやって社員何十人も抱えてね、やってるから、やっぱ若い子見ててすごい思うのは、やっぱりコミあの断れない子ってやっぱどんどんストレス抱えてって潰れちゃう。どうしても嫌なのに、やりたくないのに、でこっち上司もそう、あのまあ別に自分の直属の上司でいつも毎日一緒におるような人だったら、あ、こいつちょっと今日忙しいなって分かってもらえるかもしれんけど、組織ってだんだんでかくなると隣の部署とかからも人から頼まれるわけじゃん。まあ例えば店舗でもいっぱいあるもんね、店舗、他の店舗の店長さんとかから頼まれたりもするわけじゃないですかね。どこどこ店の何々ちゃんって、何々くんって、これこうこうこうでこうじゃないって、ちょっとやっててくれるかなって言って、あ、わかりました、やってきますって言っても、実は今日中に見積もりが作りたかったとかね、実は本当は今日帰りにお客さんのところに行きたかった、今日は定時に帰って誰々と会いたかったって、まああるわけでしょ、みんな。まあそれ絶対みんな経験してると思うんですよ。経験してないって言ったらまあ嘘だと思うんだけど、現場でも何でもそうだよね。どうしても今日残業したくない日ってあるわけじゃん。それってだんだんそれがやっぱりね、過剰にやりすぎると、それ別に俺はいい人じゃないと思うんだけど、それストレスに抱えてて、いやもう俺は仲間のために、あ、いいよもうそれやっていくわって気持ちがあればいいと思うんだけど、それあんまりね、自分を押し殺してるとやっぱりね、すごいストレス抱えてる。だから俺見ててかわいそうだなって、あ、この子潰れてたけどすごい優秀なんだけど、やっぱそういう断れん性格で、あ、なんか潰れてちゃったなーってことはおるかな。あとね、やっぱ本当にね、あの、なんで優秀じゃないっていうのはミスが多い、ミスが増えてくる。どうしてもその断れない人って、本当は自分がこれできないかもしれない、できないことやるのことはいいことなんだよ。ちょっとお前これやってくれんか、いやちょっと僕できないですけど、ぜひやらせてください、僕やってみたいんで、ただ僕わかんないんで、いろいろアドバイス聞きに行ってもいいですかって言って言いながらやっていけば、こっちも見てるじゃん。あ、あいつできないけど、いっぺん一生懸命やってるから、なんかあったら俺行かなかったなっていうのでやらしてるわけじゃないですか。でもなんか、あ、あ、はい、わかりましたみたいな感じでできるふりしちゃってやってると、こっちもまあ知らん顔して任せとるわけでしょ。そうするとやっぱとんでもないミスを起こすわけですよ。本当に俺これ経験昔あるし、まあ今はね、直属っていうのがリーダークラスになって、まあ結構発言力しっかりした方の子たちがまあ上の方にいるから、あんまりそういう経験ってないですけど、うん、ただまあ本当にあるかな、ミスが増えてくるっていうのはあるかな、まあ、詰めすぎちゃうっていうのはちょっとあると思います、最後読んであれか、パフォーマンスを発揮できない、うん、パフォーマンスを発揮できないのは本当にね、これね、断れないやつってね、やっぱね、いい人ってね、いい人だけじゃね、人も使えんし、組織で結果も出せないんですよ。それ何って言ったらね、いい人ってやっぱね、パフォーマンス出す力がない。いい人で終わっちゃうから。やっぱ自分の力で切り開いて、結果にさ、その、まあ結果にコミットみたいな言葉あるように、その、結果に集中したら、いい人だけではやれん時ってあるんですよ。例えば俺もそう。究極だよ。まあそれ、ひどい言い方になると、例えば、どうしても、じゃあ教授に100万いると。結果がね。どうしても教授にこれ終わらせなあかんと。まあいろんな結果があるわけじゃないですか。で、どうしてもっていう。まあその、まあ極端な例であれですけど、それがまあ今年中とか半年中とか、今月中とかいろいろあると思うんですけど、になった時に、いい人で、みんな今日5時に帰りたいです。あ、わかったよ、いいよ帰ってって言ったら、結果出るわけじゃないですか。うん、ね、別に、まあ、そんなことどうでもいいでしょっていう結果だったら別にいいわけよ。でも、やっぱ組織ってどうしてもここはやらなあかん、あそこはね、絶対になんとかしなあかんっていう日があるわけ、あるでしょ、あるでしょ。例えば、俺で言ったら経営者でしょ、やっぱり絶対にお金回収しなあかんわけですよ。うん、なんて回収し、できてないものもあるけど、できるだけ回収しなあかんわけ。うん、そうなってお客さんが、いやー、ごめんなさい、お金ないから払いません。あ、そうですか、わかりましたって言って帰って取ったらさ、そうだ、もう B2C はそんなことない。一般の人のお客さんは稀にあるからね、今度 YouTube で喋ったのかなと思うぐらい鬱陶しいお客さんもおるけど、1000人に1人、1万人に1人だわ、ほんとそんな人は。だけど、あの、下請けやってると、まあ、ね、ビジネス、あの、建設会社やってると、やっぱ金が回ってない人たちからお金取りっぱぐれてるのもあるし、うん、でも俺はまあ、絶対取りに行く。もう嫌な人でも何でも、俺も従業員の生活
かかっとるんでってね、うん、申し訳ないですけどって、うん、あんたの生活よりも授業の生活だからって言ってね、お金払ってくださいって、まあ取れんもんは取れんよ、うん、だけどある程度話してね、銀行から借りてでもいいで払ってくださいって言って、やっぱり言いに行かなかったし、うわーまた湧きそうだなこの話、使っちゃったなこんなネタでも本当にそうですよ。まあ、極端な例ね。まあ、いろんな極端な例があってあれですけど、でも、いい人ばっか、断れない性格だけでは、やっぱり結果が出ないよっていうのが一つ。で、俺は断れる力をつける、一つ断れるっていう力だけでも、やっぱり身につける、スキルとして身につけた方がいいよっていうのを、まあ、ちょっと最後にこれを話すんですけど、断れない人が断れるようになるための必要なスキル、えって思うかもしれないですけど、これ一番もう得策、二つ今日あげるんですけど、これ本当に一つはね、本当に得策、バカかお前はって思うかもしれないですけど、近づかないことなんですよ。本当にね、これね、もうアホかってそんなこと誰でも分かっとるわって言うんですけど、分かってるんだけどやれてる人少ない。俺はもう本当に徹底してやっとるんですよ、これ。本当に電話繋がんないし、まあ今日、いつもこうセミナーとかで電話繋がんないって言うと、でも YouTube 上では繋がるじゃんって。でそうなんですよ。社員とかにはなんでメッセージ、iPhone のなんか、iPhone なんとか、FaceTime オーディオあれか、なんで LINE オーディオとか、今ああいうので書けるでしょ。あれで書けてこいって言うんですけど、電話番号はもう一切繋がんないようにしてるし、まあお客さんでもやっぱ俺かかってくるとね、長話になっちゃうし、で、無駄な話多いじゃん。でもメッセージでやったり、ね、留守電でやったりしたら1分で終わることが、電話で喋ったら10分、20分、最近どうですか？こうですか？あ、そうですか？じゃあちょっと今日飲みに行きましょうか？あ、いいっすねーってなるじゃないですか。で、俺もそれが嫌なんですよ。嫌だっていうのはやっぱ無駄な時間じゃん。友達とかない仲間と本当に会いたいですと会うのはいいよ。だけど、できるだけやっぱ無駄省きたい。で、やっぱ俺もね、まあみんながどういうふうに思うかわからんけど、俺はね、まあ20代後半ぐらいから経営者やって、やっぱいろんな人と付き合いして会社大きくなってきたんですけど、じゃあもう何百人っていう交際相手がおるわけですよ。そうするとね、じゃあみんなに、あ、いいっすよ行きましょうかって言って言っとったら、ほんと毎日飲んでも足りんわけ。ほんと毎日飲んでも足りんの、うん、今なんかほんとそうだな。週に2回3回社員と飲みに行くの多いし、お客さんっていうか知り合い先輩とかと行ったりするけど、でも本当に大切な情報、本当に大切なこの人たちとおると一緒に勉強になるわ、成長できるわって思う人たちと一緒におることは別に素晴らしいことじゃないですか。でも、あー、ちょっとこの人と別に今会ってもなーって、今会っても何か効果があるわけじゃないけど、価値があるわけじゃないけど、うん、まあ、いつかね、なんか縁があって、本当にまあそういうのあるからね、3年4年、連絡しか取ってなくても、なんかあった時に、あ、そういうあの人こういうことやってるからね、つって電話する人はおると思うんですけど、うん、でも本当にね、もう絶えずいろんなところで近づけないように、例えばね、先輩たちがおる、ね、よく行く居酒屋にわざわざ行く必要ない。もう仲良く仲良し恋しもする必要ないし、ある程度の遊びはいいと思うんだよ。だけど、できるだけそういうものを省けるような、やっぱ、対戦者、まあ、会社だったらどうすんのってなるけど、じゃあ会社で、まあ、俺は従業員じゃないんで、ちょっとわかんないけど、まあ、わざわざね、まあ、そもそもそういうのができない、直行直帰ができるんだったら、まあ、直帰しますとか、いちいち事務所によるとまたみんなで飯食いとかって言うと、ああ、じゃあ行きますわ、一緒に、って言ってなるのも多いわけじゃないですか。で、そういうのを、ま、いろいろ考えて、まあ、それなりに、で、そのちっちゃい1個が、1週間に1個が人生すごい大きく変わるから、そんな一気に10個も20個もね、1週間断れないかもしれんけど、うん、いろんなちっちゃなことが、ね、1日1個変わっただけで、人生って本当に大きく変わるからね。24時間みんな同じだからね。これだけは。お金はね、差があるけど、時間だけは本当にみんな一緒だから。まあ俺はそこ、時間だけは大切にしてる。だってお金もないわけじゃん。スーパー経営者に比べはお金もない。でももっと会社成長させていきたいと思ったら、時間ぐらいね、守れるもの。まあお金も時間も今あるもの、ある資源はすごい大切に。まあこれちょっと、具体的なことってちょっと言わんのですけど、断り方をやっぱ覚えなきゃいけない。うん、これ断り方ってね、ネットでも何でもいいんですけど、まあ、断り方を覚えなきゃ。で、そもそも断れねえから言ってんだよって言うと思うんですけど、これ仕事と同じなんですよ。足場組む、ペンキ塗る、何でもいい、営業スキル、何でもいいんですけど、断る力っていうのも本当にスキルとして一つ確立されてるんですよ。じゃあ断る力ってどういう力っていうと、断るスキルってじゃあ何って言ったらね、まあ、まずね、本当に、まあ一つ、まあ一番簡単なのはもう本当、褒めながら断るみたいなね。まあ例えば何か、今日、何々くん、申し訳ないけど今日これね、残業して手伝ってくれーって言ったら、なかなか、いや、今日用事あるんで申し訳ないですって言えないとする。うん、そうすると、じゃあどうやって言うかっていうと、まあどうだろうな、残業の場合はちょっと難しいかもしれんけど、あー大変ありがとうございますって、あー何々さんにね、声かけてもらって、こうやってやって、いや、本当にやりたいです。めっちゃ嬉しいです。ですけど、まあ丸々です、丸々ね。まあ残業だったら、まあ誰かとどうしても今日会わなきゃいけない予定があるんです。とっても光栄なんですけど、申し訳ないですけど、こうです、ああですとかさ、まあちょっと、例が悪かったかもしれないですけど、まあそんな感じです。で、断り方って、まあネットでも何でも出てくると思うけどな、断り方のスキル。本もいっぱい出てます。断る力とかね、そういう本っていっぱい出てますんで、まあそういうの学べばいいと思うんですけど、本当にね、能力、スキル、仕事と同じ、もうやれば誰でもできるようになるから、
ただ自然に覚えようと思うとなかなか難しいから、まあ一つそういうものはちゃんと自分で勉強して、自分が自信がないと思ったらね、俺もそういう本読んだりね、セミナーまでは行ったことないけど、やっぱそういうことをやってますよ。で、周り、うちの社員もそう、一つ一つやっぱ勉強しながら、今そういうことをね、学んでると思いますんで、皆さんも自分だけが断る力がないんかなって思ってる人も多いと思うんですけど、こういうのって。本当に俺も若い頃悩んだから、43のおっさんでも悩んでんだから、もうみんなね、そんなに悩まずに、まあ一つ一つ改善していけばいいんじゃないでしょうかと思います。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。またね。